というわけで、バンコクのロケット愛好家の皆さん、こんにちは。前回の動画では、ファルコン9の第1弾ブースター再利用について、その背景と、回収のための着陸シーケンスについて解説しました。今回は、着陸のためにスペース X が行ってきた実験や、着陸用の装備について解説していきます。スペース X は、第1弾ブースター回収のための実験として、まずは、ファルコン9と同サイズのロケット垂直離着陸実験機、グラスホッパーを製造し、実験を行います。グラスホッパーは、燃料タンクの下に、エンジンを1機のみ装着し、実験用に、固定式の着陸脚を装備、垂直着陸のための、エンジン制御の試験を行いました。グラスホッパーは、合計で、8回の垂直離着陸実験を実施し、低高度でのロケットエンジン噴射による機体制御について、貴重なデータをスペース X へもたらしました。グラスホッパーの後、ファルコン9バージョン 1.1 へと改良を進めたスペース X は、実際のロケット第1弾ブースターを用いた垂直離着陸実験へと進みます。この段階では、グラスホッパーに続く試験機、ファルコン9 R レブ1が製造されました。これは、実際のブースターとほぼ同じもので、より打ち上げに近い試験を行います。ファルコン9 R レブ1の試験は、合計で5回行われ、センサーの改良や、グリッドフィンの設置など、後にファルコン9ロケットに反映される改良は、この機体で先に試験されました。しかし、この試験機は、2014年8月の5回目の実験において、飛行センサーが誤作動して姿勢が崩れ、自爆指令によって空中爆破されました。そして、この後、スペース X の実験は、実際の打ち上げロケットを用いたものへ移行します。2013年9月からの新型のファルコン9、ファルコン9バージョン 1.1 は、カタログスペックよりも3割ほど高い能力を持っていましたが、それは垂直着陸実験のためのものでした。スペース X は、打ち上げ任務を受注して金を稼ぎつつ、再利用実験を行うため、無事に貨物を打ち上げた後のブースターを実験に用いることにします。顧客からすれば、余計なことはしないでほしいという面はあり、客の説得には苦労したようですが、ファルコン9は、その低価格を武器に、実験を、ほとんどの客に認めさせます。最初の実験は、2013年9月29日の打ち上げで行われました。この実験は、打ち上げロケットの第1弾ブースターを、海上へ軟着陸させることが目的でした。この試験では、前回解説したブースター着陸シークエンスのほぼ全てが行われました。まず、第1弾ブースターが第2弾から分離されると、窒素ガスラスターが姿勢を制御、ブースターの落下軌道を調整、海面の目的地へと向けます。そして、ブースターは落下速度に応じて加熱されますが、加熱されすぎないようにエンジンを点火、機体を減速させます。このエンジン噴射はエントリーバーンと呼ばれ、エンジン3機が利用されます。ある程度減速が終わると、エンジンは止まり、再び落下し始めます。しかし、落下の途中で、ロケットは、回転を始め、制御できなくなり、燃料のスロッシングが発生して、燃料供給が途絶えたエンジンがストップ、最終的には、海面に高速で激突します。大気との作用によって発生する高速回転は、宇宙船の大気圏突入で、よく発生する問題です。ファルコン9は、窒素ガスラスターで姿勢安定を試みたものの、不十分でした。しかし、本番の打ち上げでしか実験ができない、高高度でのブースターの制御は成功、十分なデータを取得し、スペース X は、この実験を成功とみなします。2回目の実験は、2014年4月8日に行われました。機体の回転を抑えるために窒素ガスラスターは強化され、また、今回は、着陸用の足も装備されて、海上軟着陸が試みられました。ファルコン9の着陸時、機体を支えるのが、その着陸脚です。これは、文字通り、ロケットの足で、28トンほどある機体の重量と、着陸時のある程度の衝撃を支える必要があります。この着陸脚を展開するシリンダーは、ヘリウムのガス圧によって駆動し、着陸時の衝撃は、シリンダー内のガスが吸収する仕組みとなっています。この実験は完全に成功しました。高高度でのエントリーバーン、着陸時のエンジン噴射である、ランディングバーンも、全く問題なく行われ、ブースターは、ゆっくりと海面へ軟着陸しました。3回目の実験は、2014年7月14日に行われました。この時は、将来的に、ブースターを地上に着陸させるため、
ブーストバックバーンの試験が行われました。第1弾ブースターは、第2弾分離時には、海へ向かって移動しているため、地上に戻るためには、ロケットを地上の方向に向けて加速する必要があります。このため、地上への着陸を行う場合、ブースターは空中反転した後にブーストバックバーンを行い、その後に再び反転してエントリーバーンを実施します。この時の実験も完全に成功。陸地に近い海面へと、ブースターはひらりと舞い降り、安定した着水を披露しました。2014年9月21日には、4回目の海面軟着陸試験が行われます。この時は、逆噴射時に液体酸素が切れて、海面に激しく衝突しましたが、いよいよ試験は着地へと移行します。そして、2015年1月10日、ファルコン9は、初めて海上に浮かぶ無人船への着艦に挑みます。後に、説明書を読め GO と名付けられた、この無人船の着艦パッドの広さは、縦90メートル、横50メートルであり、ファルコン9のブースターは、ここに、ピンポイントでの着陸を試みます。この時のファルコン9は、落下時の機体制御のために、大気を利用するグリッドフィンを新たに装備し、窒素ガススラスターと合わせ、機体の落下制御の安定性を向上させていました。窒素ガススラスターは、超高圧容器内の窒素ガスを噴射して、その反動で、機体の姿勢を制御するもので、主に、大気の薄い高高度で使われます。一方で、ブースターが降下して、大気が分厚くなると、大気を利用しての姿勢制御が可能となり、そのためにグリッドフィンが用いられます。このグリッドフィンは、小さな羽を多く組み合わせたものと考えることができ、ミサイルや爆弾の方向制御のためによく用いられています。この日の着陸試験は、成功まであと一歩というところでした。ロケットは、確かに無人船を捉え、甲板と接触することに成功しますが、着艦は叶いませんでした。失敗の原因は、新たに導入したグリッドフィンでした。姿勢制御のために予想以上に働かせる必要があり、グリッドフィンの作動液が枯渇、最後に制御が効かなくなってしまいました。この実験での爆発による無人船の損害が大きかったため、この実験の後、スペース X は、しばらくは、海上への軟着陸実験を行います。2015年4月14日、ファルコン9は、再び、海上の無人船への着艦を試みます。この日の試みは、前回よりもより進歩し、ロケットは、着艦に一瞬は成功します。しかし、甲板に着艦したとき、ロケットは姿勢を崩し、スラスターの必死の抵抗も虚しく、甲板へ転倒、爆発死損しました。この時の問題は、メインエンジンのバルブの固着でした。このためにエンジンを切るのが遅れ、水平方向の力がロケットに加わり、ロケットは、バランスを崩して転倒しました。ロケットエンジンの燃料や酸化剤のバルブは最重要部品の一つです。マイナス190度にもなる極低温の液体酸素や燃料を通すバルブは固まりやすいので問題になりやすいです。そして、ファルコン9フルスラストのデビューであり、ファルコン9の累計20回目の打ち上げとなる2015年12月22日の打ち上げにおいて、スペース X は地上への着陸実験を行います。打ち上げは真夜中に行われ、ファルコン9はその第一の任務として、人工衛星を軌道へ届けなければなりません。スペース X は、前々回の打ち上げで失敗しており、プレッシャーは大きいものでした。まず、打ち上げられたロケットは、無事に第2弾を分離、第2弾の点火に成功します。そこで、第1弾は地上へと、超音速で、帰還の途につきます。打ち上げは、インターネットで世界中に中継されていました。帰還するブースターが地上近くで爆発したら、それは全世界が目撃することになります。だが、しかし、夜空に輝くブースターは、それが当然だというように、地上へと緩やかに舞い降り、その着陸脚を伸ばします。そして、暗闇に光る炎が止まった瞬間、管制官が宣言しました。ファルコン、着陸完了。スペース X 社内は、社員の大歓声に包まれ、副社長のヌエン・ショットウェルは両手を振り上げ、社員らと喜びを分かち合いました。世界で初めて人工衛星を宇宙へ送り届けたロケットブースターが地上へと垂直着陸を成功させた瞬間でした。この初めてのブースターの着陸の後、スペース X は再び海上の無人船への着陸を試みます。無人船へ着陸した方がベイロードを増やせるので、この試みも重要でした。そして、2回の着艦の試みが失敗に終わった後、
2016年4月8日、ISS へと補給船を送ったファルコン9ブースターは、ついに海上の無人船への着艦を成功させました。この後、ファルコン9は2回の海上への着艦を連続して成功させ、ブースターの回収が運試しではないことを証明します。2016年の1年間、ファルコン9は8回の着陸を試み、うち5回の着陸を成功させます。2017年には、ファルコン9は1年間で17回の着陸を試み、その全てに成功しました。回収を確実とするための改良も、必要に応じてファルコン9に加えられました。機体を制御するグリッドフィンは当初はアルミ製でしたが、落下時の高速で発生する熱で破損するため、現在ではチタン合金でできた耐熱性のあるものに交換されています。現在運用されているファルコン9ブロック5では、再利用性を高め、大規模なメンテナンスなしで、10回の再利用が可能なように設計されています。主な改良は、あちこちに導入された耐熱シールドで、ロケットエンジンを支える底部、足回り、グリッドフィンからの熱を受ける上部、機体側面の配管部分などに防御が行われています。こうして、スペース X は、ロケットブースターの着陸と再利用が、現実的に行えるものだということを、世界に証明しました。しかし、再利用には、まだ課題が残っています。果たして、費用は安くなったのでしょうか。というわけで、ここまで、ファルコン9の第1弾ブースターの再利用の歴史と、その着陸ハードウェアの発展について解説しました。次回は、ファルコン9再利用について、再利用で、実際にコストは下がるのか、そのコスト面について解説していこうと考えています。本動画シリーズでは、主に、近年のアメリカの宇宙ロケットについて解説する予定です。YouTube チャンネル登録、フォロー、いいね、広告、高評価などをしていただくと、投稿者のやる気アップにつながるので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。